はい、はいはいこれお二人がね車に乗られているんですけれどドライブシーンやっぱりロードムービーということで多かったと思うんですが、はい、水原さん撮影はいかがでした私はこのために免許を取りました、ね、いはい <laughs> もうあのやっぱりロードムービーで免許持ってないってちょっと無理があるなと思ってこの撮影の前に結構時間が空いたので免許をガガッと 23日ぐらいで,早いで、ね、ちゃちゃっと頑張って取ってすごい怖かったですよ <laughs> 怖いですよあとバイクのシーンがあってイ、ね、あのレイが運転して私が後ろに乗ってるっていうので、はい、結構すぐ乗ってすぐ出なきゃいけなかったからううもうグラグラもうカメラマンの人ね当た ちちっったたららどううしよよぐらいのもろんなかですそんな危険なことにならなかったんですけど <laughs> 幸いでもやっぱり勢いがすごいあ,あるシーンだったので急がなきゃいけないシーンだったからあそこはヒヤヒヤしたよねでそのバイクがまた大きいんですよだからもうでヒール履いてるんですよ皆さんこの後を見たら分かると思うんですけどもずっとヒールなんです私でそれでね運転するのは 初心者で BM のオープンだよ <laughs> <laughs> 普通ありえないそうですよね <laughs> あ,あ、そうですねヘリはもう完璧ですよねヘリ完璧でしたね本当あのー、あこれなしここかあこれだこ,こ,のこのシーン私が邪魔しているこのシーンはヘリですヘリそうですねあこれかこれだよ <laughs> 私たち運転しててあのもうスタッフさんとか誰も周りにいない状態で マシーバーがあるぐらいなんですけどずっと走っててあれなんかヘリいなくないみたいな感じで運転してるんですけどそしたら後ろからドド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 ってすごい音ででもカメラ見ちゃいけないからでも見たいんですよでそこに監督も乗ってるってなるとすごい見たいんですけどその見たい気持ちを押し殺してでも圧巻でしたねヘリが横からこうやって前に回ってくるその絵がすごく結構もうここら辺に感じたよねもちろんここじゃないんだけど。 あの好きな人のために、まあ、人を殺すという <laughs> まあかなり、うん、重い役どころというかチャレンジングになるなと思いました自分にとってはもちろん自分があの、ね、人を殺すっていうことってどういうことなんだろうとかなんかやっぱりかなりの想像力が必要でしたし。 自分はこれを果たして演じることができるのかなっていうあの気持ちに押しつぶされながらも役者としてこれは挑戦してみたいなと思いましたね。あの私自身があの中村仁先生の「群青」の原作なんですけど「群青」がすごくもともと好きで、ね、あのもしこの「群青」が。 映像化、実写化されるのであれば、本当にやりたいなとずっと思っていたので、お話聞いた時は、本当に広木監督で、群青、すごい組み合わせだなと思って <laughs>、これは本当にすごく嬉しかったです。